さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。すべての方に、伝えました。本日ですね、グランドフェスティバル開催されたんですけども、右上見ていただくとわかる通り、ちょっとやったんだよね、俺。ちょっとやって、まあ、楽しかったんですけど、なんと、いつもと違う会場ってのわかる？最初、まあこれ生放送でやったんですけど、まあ、めっちゃびっくりしちゃって、ちゃんとよく見てなかったんですけど、まずバスが来てるんですよね。バスが、まずみんなの、スリミ連合から、テンタクルズ、シオカラーズの、板車板車みたいなのが来てて、で、この多分線路の先だったんですよ。線路の先に、グランドフェスの会場があるという、これが大型アップでの内容でしたね。多分。で、駅をね、通るっていう、結構、スタンドバイミーみたいな、映画スタンドバイミーみたいなことしてるんですけど、こちら、来ていただいて、なんと会場に、たどり着くことが、できました。リポーターみたい。で、この上から落ちてくるインク、これがかかると、インクがつきます。その色がつくのかな？見ててね。ほら、いろんなインクをね、こうつけてね。まあ、スプラッシュフェスみたいな。なんかなかったっけ？なんかインクをかけるフェスみたいなのも実際あるんですけど、リアルに。で、こう行くと屋台とか、音楽場があるんですよ。で、まず屋台の方から見ていきたいと思います。梅外亭のラーメン。まさか、店外で売ってるとは思いませんでした。これ食べれるのいいね。俺も食べたいんですけど、そろそろ梅外亭のね、ラーメン任天堂の公式さんで出してくれてもいいんじゃないか。俺食べに行きたい。あと、ケバブですね、ケバブ。ケバブうまそう。これが、なんだろうね。これはいちご飴とか水飴かな。はい。で、奥では、なんだろう。なにこれ、じゃがバターか。うわ、祭りみたいじゃん。素晴らしい。このなんか串揚げみたいになってますね。ロコモコ丼みたいな。あ、じゃあハンバーグかな。あ、じゃあお好み焼きかな。祭りだした。まあ、この先ちょっと行きましょう。そうすると、野外のライブなんですけど、テントが張ってあって。はい。まあ、今回ですね、塩カラーズがライブしてくれてます。イェイイェイイェイワ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 イ。自分もこうやって入ることができます。すげえ楽しそうでしょ。塩から節やってくれてるよ。あ、くしゃぶり。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。で、後ろですね、見てる人たちもいるんですけど、SP のね、クラゲがね、いるんですよね。珍しい。俺初めて見たこのクラゲ。別の会場のところにもいるんですけど。あと、ちょっと見ていただくとわかるんですけど、あ、いいじゃん、3人。いいじゃん。全部違う。過去のチーム、塩カラーズと、現代のチーム、テンタクルズと、未来のチームの、スリミ連合の、カチューシャですね。ディズニーみたいな、言っちゃった。ディズニーランドみたいなカチューシャをつけてて、フェスっぽくていい、これ。欲しい。これ欲しいな。ちゃんとフェスティも来てます。これだけでもすごいけど、まだまだあるんですよ。はい。この吹き出してる。噴水が、モンガラキャンプ場昔からあったな。懐かしいな。あ、やってる？ラーメンどう？美味しそう？うまそうだな。餃子もあるね。ビールみたいな飲んでますね。どっちだろう？あ、こっちだな。絶対未来の方が食べてる。さあ、そして、タコワサ将軍が DJ ブース。いや、グッズ売ってるんですかね。フェスのリストバンドとかのグッズ売ってます。これリアルで販売するみたいですよ。なんか、任天堂公式で。リストバンドとかね。で、アオリちゃん、シオカラーズのテントと、テンタクルズのテントと、スリビリンゴのテントがあって、ここでグッズが多分買えるのと、カチューシャ多分ここで買うんだろうね。欲しいな、俺も。いくらなんだろう。9000円ぐらいかな。なんか、文字が逆になっててわかんない。イカゴは読めないからな。あ、で、まだあるよ。今ちょっとライブの休止中なんですけど、ここで、また野外のライブが開催されます。ちょっとさ、さっきの場所に比べてさ、狭いし、静かだなって思いますよね。これ、あ、来た。来た、また塩カラーズだ。ハイカラ進化ですね、曲は。てていいね。まあ、ちょっとね、ちっちゃいのには理由がありまして、まあ、ここはおまけなんですよ。まあ、実際のフェスでも、
野外ブース、そして室内ブースとやってる間に、なんと、あ、これあの SP ね、グランドフェスメインの会場は、まあ、もうみんな知ってるかもしれないんですけど、こちらになります。こちらがメインステージ、でかいテンタクルーズがやっている。すごーい、すごくない、マジでマジですごくない、左から右まで、下から上まで、すごくない。俺も乗りたいけど、みんなクラゲなんだよな。イカちゃんたちはどこ行っちゃったんだろう。クラゲのためのライブになってます。すごいでしょ？イエーイ！で、あの、前の方も行けるし、あの、端っこにも行けるんですけど、この中は入れないから。SP も見てるしね。すごいのがさ、あの、これマナー違反ね。みんなマナー違反なんだけど、この真ん中突っ切って、最前列に出れちゃうの。実際やっちゃダメなんですよ、みんな。最前列で、しかもここ。ここ、ど真ん中。ど真ん中で見ることができます。で、ここからの風景がやばい。やばい、これ、マジで。躍動感。すごいでしょ。自分がライブしてるとこんな感じなんだろうなっていうのが。みんなこんなの乗ってくれるの嬉しいね。そう。しかも自分は何もしない。最前貼り付き地蔵おじさんに今ちょっとなってるんですけど、やばいねマジで。最前列で見れるの、ちょっとこれは記録用で撮っときます。まあ、こんな感じで、あのグランドフェスが開催されたんですけども、戦うよりも、僕はあのオープンマッチとかで戦うよりも、こうライブを見てるだけで30分ぐらい過ごしてた。なんかこのステージでずっとわーって盛り上がってるだけで楽しかった。なので、なんか違った楽しみ方もね、多分できると思います。はい。こんな感じ。リポーターからは以上なんですけども。あとちょっとあの、紹介したいものがありまして、僕はあの、もうすでにツイッターで晒したんですよ。ちょっとマナー違反をしてるイカちゃんがいまして、彼ですね。イカちゃんじゃねえや。この子。この子。ライブ楽しくなっちゃって、あの、一番危ないところ、ヘルメットしてる、安全管理してる一番大事な人が、こんな危ないところにいます。僕はもう、ツイッターで晒しました。なんかマナー違反がいるぞ、と。君は、君は良くない。君は良くないからね、ちゃんと降りないと。明日、ちゃんと降りてないと、俺は許さない。言うからね、あの、運営に。グランドフェスの運営に言うからね。もうグランドフェス多分できなくなるよ。次なかったら君のせいだからね、わかった？ってことで、リポーターからは以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さんも、ライブとか見て楽しんでみてください。ありがとうございました。